答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今この時期、10月運動会真っ盛りじゃないでしょうか、9月10月ね、多いと思うんですけども、今回はですね、運動会での成功体験っていうお話をしたいと思います。先週実は私もですね、お世話になっている保育園の運動会応援に行きましたけど、そこでですねスピーチする機会がありましたので、お話しさせていただいたんですが、運動会での成功体験は技の成功ではないですよ。例えば上手に踊りが踊れた、鉄棒ができた、跳び箱の発表ができた、それも確かに大事なことですけど、それ以上に大事なことはですね、経験ってことなんです。経験、小さな成功体験が大事っていうのは幼児にとっても一緒なんですけど、それは日常生活でコツ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 自分ができたとか、そういうのを味わっていけばいいんです。あんだけ大人数の大人に囲まれて、いろんな注目をされて何かやるっていう経験すること自体が成功体験なんですね。でも子供にとっては転んでしまったりとかですね、なんかうまくいかなかったりとか、ちょっと恥ずかしい思いしたかもしれないんですけど、その時に周りの大人の出番です。大人でもですね、そのこと、その行為自体がですね、結果自体が成功かどうかって、相手から、周りからの評価で変わったりすることありますよね。自分じゃうまくいかなかったけど、周りが褒めてくれたから、あ、うまくいったんだっていうこと、大人でもあると思います。子供はもっとなんですよ。だから親御様たちはですね、この経験したことをですね、まずはうまくいってもいかなかったとしても、最高の成功体験ですし、経験なんです。それが、今後ですね、生きる力になっていくわけですよ。ちょっと恥ずかしい思いしたけど頑張れた、最後までやりきれた、そういうところが人生生きる力ね、何かあっても乗り越える力だと思いますから、そういう力こそ評価して認めてあげてください。運動会の成功体験は経験なんです。思いっきり抱きしめてあげて、褒めてねぎらってあげてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。速聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。